世話になっております、マサルです。今回は CSMACD について一緒に勉強していきます。それでは早速始めていきましょう。 CSMACD というのはイーサーネットの交通ルールのようなものをイメージしてください。例えば同軸ケーブルなどの通信ケーブルを共有して通信を行う場合、基本的に通信は早い者勝ちで送信することができます。でも早い者勝ちだからといってみんなが好き勝手に使ってしまうと通信効率が低下してしまうので、ルールを守って使う必要があります。そのルールが CSMACD です。 CSMACD は3つの要素からできています。1つ目の要素が CS、キャリアセンス。早い者勝ちだからといって好き勝手には送らずに、使うことができる状態かをしっかり確認しましょうというルールです。次が MA、 マルチプルアクセス。これは平等な送信権を共有しているコンピュータみんなに与えますというルールです。次が CD、 コリジョンディテクション。衝突した場合はジャム信号というデータを送信してランダムな時間待機しましょうというルールです。ここは後で詳しく説明します。この3つの要素をしっかり守って通信しましょうねというのが CSMACD です。では具体的に CSMACD の流れを見てみたいと思います。先ほどお話ししたようにケーブルを共有して使うような場合、早い者勝ちでデータを送ることができます。もちろん利用するときは CSMACD に基づいて通信を行います。まずはキャリアセンス CS のルールに基づいて現在このケーブルを使ってもいいのかを判断します。今使えると判断すれば利用を開始することができます。利用している間は他のコンピューターはケーブルを利用することができません。通信が終わると他のコンピューターは利用できるようになります。このような仕組みがあれば問題は基本的には発生しません。ただ現実社会でも同じように、いくら交通ルールがちゃんとあったとしても交通事故が起きてしまいます。通信の世界でもルールがあったとしても事故が起きてしまう可能性があるんですね。例えばニックの故障などによってケーブルの空き状況が正しく判断できなくなってしまった場合、本来は通信できないのにもかかわらず通信を行ってしまうことがありえます。このような場合データ同士がぶつかってしまいます。このようにデータがぶつかることを衝突またはコリジョンと言います。コリジョンが発生すると異常電圧というものが発生します。異常電圧はケーブル上を流れてデータを送信した端末に伝わります。データを送信した端末が異常電圧を検知すると、今度はジャム信号という信号を送信してから自分の送信を取りやめます。このジャム信号はどのような意味があるかというと、先ほど送ったデータが壊れている可能性があるので、もし受け取っていたらそのデータ、そのフレームは破棄してくださいねという意味合いがこのジャム信号に込められています。送信を取りやめた端末はランダムな時間待機してからもう一度送信を開始します。ランダムな時間待機する理由は、全く同じ時間待機時間にしてしまうと再送するタイミングも同じになってしまい、またデータがぶつかってしまう可能性があるからです。なお MA マルチプルアクセスで説明したように、送信権は全ての端末で平等です。衝突を起こした端末が次の通信で優先的にケーブルを使えるような配慮はありません。これが CSMACD のルールです。ここは少し余談なんですが、今回一緒に勉強した CSMACD は試験に出るようなので動画にしていますが、実際にはあまり意識することはないと思います。理由は前二重という仕組みができていて衝突が発生しないからです。前二重や半二重に関しては別動画で説明しますが、前二重がどういう仕組みか簡単に説明すると、送信と受信が同時に行えるようになる仕組みです。この仕組みがあると衝突が発生しません。現在10ギガイーサーネットのような高速な通信においては前二重通信のみで半二重が存在しません。半二重がないと衝突も発生しないので、10ギガイーサーネットでは CSMACD を採用していません。なので CSMACD 自体はいつからか試験範囲から外れるような気がしています。それでは最後に今回の学習内容をまとめておきましょう。
今回は CSMA CD について一緒に勉強しました。 CSMA CD はイーサーネットの交通ルールみたいなものだと思ってください。3つの要素からできています。 CS キャリアセンスは利用状況の確認、 MA はマルチプルアクセス平等な送信権、 CD はコリジョンディテクション衝突した場合にジャム信号というものを送ってランダムな時間待機しましょうというルールです。ただ実際には全20という仕組みができていて衝突が発生することがなくなっているので CSMA CD 自体の存在感は薄くなってきています。それでは今回の動画は以上です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。